ぼう、行きぼう。はい、やらんあ、ごめん。はい。ザ・マミーローズの家永洋介です。言い残したことある？言い残したこと何もまだ喋ってないこのように言い残したことないですか？家永君は、家永君もロウ君もそうなんだけど、ミスターツバキングっていうあのドラマーがいて、その人の後輩ですね、家永君は。はい、7個下ぐらいな雰囲気だけど、1個しか違わないんだよね、ツバキング。で、ロウ君もツバキングが真ん中にいて、紹介してもらって仲良くなって、ブギーザマファモータースはかっこいいバンドで、でバンドとしてのつながりよりなんか個人的なつながりの方が多くて、で俺なんかのキャプテンズ辞めてすぐにその陽介グループっていうバンドを3ピースのドラムボーカルであとギターとベースの、バンドを組んだんですけど、そこのギターをやってくれてて、俺よりは2年近くやってないんですけど。あ、そんなのあります？2年近くやってないのかな。なんかそのやらないって決めてるわけじゃなくて、そのやってよって言われたらやる、なんかスタンスで、やるみたいな感じで、そのみんなそれぞれバンド、うん、そうですね、やってて、みんな忙しい、僕以外は結構バンドで忙しいから、あのまあ、叱るべき時が来たらやろうかなっていう感じですね。ザ・マミーローズもすごいかっこいいので、皆さん聞いてみてくださいね。あとはですね、ロウ君と一緒にバンドもやってたよね、なんかアクマティック統合カバー、僕らずのカバー、ロウさんの生誕、はい、今年やんないんですか、誕生日。ああ、しない。誕生日イベントやらないですか？俺、あの、パーティーとかやりましょうか。うわ人は呼ばないんですけど、ね、個人的に何かやりますなんか、さっき俺、はい、チューニング、これ、聞いた、ある、ちょっともう一回チューニング、じゃあ、それなんか、これですか、なんか、不思議な音をした気がするな。おぉ、めちゃくちゃ違う。こっちはこっちで、すげえ違うな。こっち違う。よろしくお願いします。新しいドア開けるためには心の宇宙放り出さなきゃ、靴ひも強く結び直して、靴を履かずに歩き出したい。今すぐ切るって曲、今すぐ切るに僕を壊して、不思議な気持ち、不思議な気持ち連れて、この守ってないのいらなかったのよ、持ってないのはいらなかったもの、手にあるものは欲しかったもの、うまくいくのはやりたかったこと、靴を履かずに歩き出したい、今すぐに切るに僕を壊して、不思議な気持ち連れてこのまま
がないんですけど、ね、作るなつ。ありがとうございます。感謝の時間。で見て会社どれだろうあれだ。わかんないけど見てくれる人多分あまりないかもしれないけど、ありがとうございます。生きてます。ありがとうございました。すごく自分からなんかこうなんだろう発起人なんか主催なんかその自分でなんかこう立ち上げてないなんかやるのがすごい苦手で、こういう一人でワンマンみたいなこともまああまりやったことないことなんですけど、今まだ途中ですけど、やってよかったです。今日はありがとうございました。すごい見られてるよ。あ、本当ですか。すごい。あ、直樹さんありがとうございます。もうちょっとですけどよろしくお願いします。見られてます。水曜日内熱が出て隣のお医者を呼んだのさ。お医者がボソ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 言うことにゃ、おいらの病気は恋はづらい、あの子のことをお忘れなさい、あの子のことをお忘れなさい。注射ピュッピュッ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 。ドクターそいつは無理でこいだもの、僕の病気が悪いのさ。お医者がスタスタスタと言うことにゃ、恋の病じゃ治せない。素敵なあの子、あの子が悪いよ。素敵なあの子、あの子が悪い。注射ピッピ注射ピッピ注射ピッピ。ドクター普通みたいこいだもの、僕の病気が悪いのさ。お医者がスタ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 言うことにゃ、恋の病じゃ治せない。素敵なあの子、そうあの子が悪いよ。素敵なあの子、あの子が悪い。注射ピップ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 。ありがとう。楽しかったね。やってよかった。まだ終わらないけど、なんとなくっていう感じですね。君と会ったその日からとなく幸せ、君と会ったその日から夢のような幸せ。こんな気持ち初めてなのさ。あげたいこの幸せを、なんとなくなんとなく大声あげて叫びたい。ギター嫌だよ。せい、
初めてなのさ。分けてあげたいこの幸せを、なんとなく、なんとなく、なんとなく幸せ、なんとなく、なんとなく、なんとなく幸せ。地元なんですけど、横浜の銀色の紙袋を使ってるその CD レンタル屋さんの U&I って知ってる？レンタル CD 屋さん U&I って知らない？知らない。U&I っていう横浜にあって、あんまり以外にもあるのかな、あるんですけど、小学生の時にそこに行って、その時に聞きたい CD を借りて、カセットテープに落として聞いて生きてたんですけど、その、その時に聞いたものは今でもすごく好きで、その時の神奈川駅っていう、横浜市営地下鉄神奈川駅の近くにある U&I の曲、この曲ではない美しい音楽っていう曲、その時の記憶の曲かな。ワン、ツー、ワン、ツー、スリサイコロに自転車で音楽を取りに行ったよ。逃げないように捕まえて、カゴに入れてそれを眺めてる。季節に沿って僕たちは点を結んで線を作る。円になった青春を転がしてそれぞれ旅に出る。一人で泣いてる夜はそっと背中を押して、懐かしい歌、柔らかい歌、面白い歌、美しい歌。 One and two and one and three four。
新しい歌、気持ちいい歌、残酷な歌と、そして美しい歌。ありがとうございました。最後に一人で曲やって終わります。今日はどうもありがとうございました。